こんにちは。いや、こんにちは。ちょっと今日ほんのちょっとしかできない。15分ぐらいしかできないかも。時間がない。リップなら夜もし時間があればするけど、間に合うか分かんないな。夜配信ができるか分かんない。時間があれば夜もする。ちょっと全然できないから。チップだ。今日寒いの？昨日めっちゃ寒かったよね。びっくりした。外出た時寒すぎて。昨日コート着ただから見えない。今日もっと寒いの？やばい。昨日はさ、ヒートテック着ててさ、今日着るの忘れちゃった。あるんだけど、もう着ちゃったからめんどくさくってさ。寒い？まあ、なんとかなるかな。なんとかなるかな。やばいかな。ヒートテック着るの忘れちゃったんだけど。ちょっと待ってね。私カバンどこ置いたっけ？あた。私のカバン。ご飯食べた。なんか本当はもっと早くに起きて配信しようと思ってたんだけど、6時とかに起きたらびっくりして、時間8時9時前とかで急いで準備して朝ごはん食べてメックして今配信してる。昨日ね、なんか気づいたら寝てたんだよね。寝落ちしてた。だから急いで朝準備してってやってた。寝起きじゃないよ。起きて準備して朝ごはん食べてメイクして今カフェラテ。めっちゃリップついた。だって朝ごはんじゃない。朝ごはんなんかね、サラダ食べた。これ取ろう。飲みづらい。まんま入ってない。うん、ちょっとしか入ってない。
配信15分だけ。もうね、行かなきゃいけないんだよね。よいしょ。よいしょ。前髪切ってない。アイロンで巻いた。切る明日今日は切らない。もうアイロンしちゃったから。全部飲んだ。捨てていこうよ。いしょ。携帯充電持つかな。気温覚える。うん、まだいい。充電器あるんだけどさ、短すぎて届かない。あとで充電しよう私の充電器のコード短すぎて届かない。スマホ何台？スマホ2台あるのはあるけど、1台はあのなんか Wi-Fi ないと使えないやつ。そうだから普段使ってるのはこのこれ、配信してるこの端末だっけ。主に使うのはこれだけ。いや、ランケーブルここ？わかんない。ランケーブルあっても使わなくない？アクアプリンセスすごい？ありがとう、ありがとうございます。焼肉、焼肉？焼肉だよね。楽しみ、ありがとうございます。配信ね、ちょっと15分くらいしかできない。15分の表示が出たらランキングで終わろうかなって感じ。ちょっと時間がなくってバタバタ思ったよね。もっと早く起きようと思ってたんだけど、昨日はね、気づいたら寝ててさ、アラームかけずに寝ちゃって。でもよかった、9時前に起きて。めっちゃ焦ったよかった起きれて。でもその9時前に、本当はもっとね、早い時間に起きると思ってたんだけど無理だった。アラームかけてなかった。でなんかめっちゃ寝た気がして、ちょっと寝ようと思って寝たはずなの でめっちゃ寝た気がして起きたら9時前でやばいと思ってアラームかけてなかった。でもセーフ、ギリギリセーフの時間に起きれた。二度寝はしてないよ。もう起きるじゃんって携帯見て8時40何分とかで、はいと思って飛び起きた。それで目が覚めたね
その時間見てやばいと思ってめっちゃ焦った携帯の時間見たら目が覚めた。夜配信は時間があれば間に合えばするって感じかな。分かんないだから、でもできてもそんなできない、30分20分ぐらいになっちゃうかも。1時間もできない、あんまできない、ちょっとしか。時間見る前にやばいかもって感じた。だからもう起きてすぐちょっと結構寝た気がして、で携帯急いで見て、やばいってめっちゃ焦ったよ起きた時。時間見る前6時に本当はだから6時ぐらい、6時過ぎぐらいから配信して、でゆっくり朝ごはん食べて準備してって思ってたのが9時前に起きて、もう昨日寝落ちしちゃったからもう急いで準備して、で朝ごはん食べて、で帰ってきて部屋に、でメイクして、で今配信みたいなゆっくりと思ってたのよ、バタバタ全部がそう。でも朝ごはんはしっかり食べていいな朝ごはんしっかり食べた、メイクは完成してるそうだからね、本当もっと早くに配信する予定だったんだけど、おかしいな昨日ね起きると思ってアラームかけなかったら、ほんとちょっと寝ようと思ってって思って、ちょっと寝たつもり、寝ようと思って寝たらめっちゃ寝てて、昨日の夕方もそうなんだよな。昨日の夕方も夜ご飯を食べに行こうと思ってて、でもう夕方ぐらいに、朝早かったから昨日も眠すぎてね、夕方ぐらいにちょっと寝ようと思って1時間だけ寝ようって思って寝たら3時間寝てた、びっくりした急いで準備して夜ご飯食べに行った元同じことしてた。でもね、昨日の夕方はねアラームをかけたのにアラームが聞こえなかったんだよ、熟睡してた、眠かったんだろうね今日はアラームかけてなかったんだけど、昨日はアラームかけてたけど聞こえなかった嘘、起きれてよかった本当に。昨日もうちょっと遅い時間に起きてたら、普通にも夜ご飯、お店が閉まっちゃうからさ、ラストオーダーの時間とかもあるじゃん、だから行けないとこだった、来れなかった今日ももうちょっと遅く起きてたらやばかった、頭行けなかった危なかったなんとかせよ。今何分か、ね、解けなくって分かんないんだよね時間があ、今15分って出たわ、ありがとう、そろそろって出て
ちょっとランキングなのかな。ごめんね、もうちょっと長くするつもりだったんだけど、私が思ったより遅く起きてしまったせいで時間がなくなっちゃった。本当に13位からランキング読みます。13位ゲロウさん、ありがとうございます。12位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。11位ユージャットマーク、曲が一番可愛い愛してるさん、ありがとうございます。10位ズーシミケンスーケさん、ありがとうございます。9位マボロイさん、ありがとうございます。8位ムラッチさん、ありがとうございます。7位ベビースターとマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。6位ポップ、キョカタム大好きだよさん、ありがとうございます。5位今日夏アットマーク、今日も明日も明後日も今日かわしいさん、ありがとうございます。4位香港なるまアットマーク、今日かわしいさん、ありがとうございます。3位にゃんほささん、ありがとうございます。2位グランツアットマーク、今日かたむずさん、ありがとうございます。そして1位が立山元気アットマーク、ミニオンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。今55分ぐらいかな。ちょっと今日の夜はもし間に合えば配信するけど、でも間に合ったとしてもほんのちょっとしかできないかも。20分ぐらいしかできないかも、夜も配信のぐらいのだから出れるかできるかわかんないや。50分やばい時間。じゃあそろそろ終わろうかな。じゃあありがとうございました。またね、バイバーイ。ありがとう。